皆さんこんばんは。1週間お疲れ様です。南会津鉄道南赤松駅清掃ボランティア担当しております、鉄道写真家の快速 SL 補助者合わせ物語です。今日もね、南赤松駅の清掃、これから始めたいと思います。遅れが生じております。現在夜の8時です。なんか1時間ごとに南赤松駅の駅舎にあるこの時計がね、こうやってちょっとしたパフォーマンスを見せるんで、これなかなか知ってる人いないと思うんですけど、これ結構面白いんで、もし見かけることができたらラッキーなんじゃないかなと思うんで、いや8時です。ありがとうござい東まし線た。と接続により少々の遅れが生じております。ちょっと今東武鉄道との連絡でちょっと遅れが出てるみたいですね。東武線の接続により少々の遅れが生じております。東武線の接続により少々の遅れが生じております。今日は結構昨日の朝少し駅舎の中入ったんでこんな感じです。東武線の接続、以前清掃を行った際に自転車の方こういうふうに並べてみたんですけど、まあ若干ちょっとはみ出てたりもしますけど、まあ、利用者の方にね、協力していただいて、まあ、自転車の置き方ですとかね、だいぶ、まあ、よりはすごく良くなったんじゃないかなと思うんで、南赤松駅は本当にバリアフリーっていうかね、愛知道全体的に、体の不自由な方でもね、楽に鉄道が利用できるように、こういうふうにユニバーサルデザインっていうね、バリアフリーで、階段とかそういうのが手すりですとかね、そういう、改善といいますかね、体の不自由な方でも鉄道を利用することができるようにデザインされているというもんで、すごく、地元の方ですとかね、体の不自由な方にもね、使っていただけるすごく、いい取り組みなんじゃないかなと思います。ちょっと自転車の配置、駐車場の配置をちょっと変えてみましたね。3台ちょっとパンクして自転車あったんですけど、前輪と後輪、どっちもパンクしてて、これもちょっとね、使ってるかどうか、もしかしたら放置自転車の可能性もあるんで、ちょっと対策したいと思います。この方が、コンパクトにまとまりましたし、結構ね、スペース的にも余裕持ってね、もっとたくさん自転車止まれると思うんで、まあ、こういう形で、まあ、電車を止めていただけると本当に掃除もしやすいですし、見た目とかね、利用の仕方もすごくいいんじゃないかなと思います。